吉田さん、そう、衣食住の時代っていうのはいわゆる物の時代でしたよね。衣食住、これ物、食べるもの、物ですよね。住まい、物ですよね。で、衣食住のうち衣類ってものはだいぶユニクロショックをはじめとしてすごくいいデザインのものが安くなりました。島村とか行ってもね、本当に見栄えのする商品結構あって、もはやブランド物の価値っていうのは相対的に落ちたんじゃないかなと言えるんですよ。まあ、中古の影響もあってね、まあ、ルイ・ヴィトンの、バッグとか、それからベルトですよね、こういうのも結構手軽に買えるようになったんですよね。私も何本か持ってるんですけども、メルカリで買うとね、本当にね、市場価格の 60% とかで新品同様のものが買えちゃうんですよね。結構買いすぎちゃいました。で、ブランド物転売っていうのもね、一時期やってたんですけども、まあリスクが高まるんでやめときましたけどね。衣食住の衣、そして食なんですけども、私がね、記憶してるところ、小学生とか中学生の頃って、まあ、定食ってやっぱね、5、600円だったような気がするんですよ。で、あれから20数年経って、今の方が安くないかみたいな感じでね。それは世界からの輸入量も増えて、流通量も増えて、販売量も増えたんでしょう。外食する人も以前よりは増えたんですよね。そうなると価格競争が始まって安くなったってことがわかるんですけども、まあなんかすごく激安スーパーみたいなのも出てきてね、それから自由競争がさらに加速して、規制緩和で食品っていうのは本当安くなったなと思うんですよ。衣食住の食ですよね。そして住まいなんですけども、新築物件は相変わらずの人気で高値をつけてるんですけども、反面ですね、100万円以下で買える一戸建てって結構地方にあふれていてですね、それこそ今みたいな時代になってきたら、地方で固定費を抑えて、まあ、中古の一戸建てとかにね、整備して住んだ方が長期のローンに縛られなくていいなと。まあ私もその一人なんですけどもね、一括で買える家、まあ3000万ほどしましたけども、この家を買ってローンなしという、すごくいいですよね。ローンがないから住宅の細かいメンテナンスとか買い足しとか、そういうのが結構自由にできます。これでローンがあったらね、とてもじゃないけど5台の車のローンとか払えないんですよねまあローンはね、車にもつけてないんですけども、まあそんな感じで、あ、そうだそうだ、リゾートマンションって今10万円ぐらいで売ってるそうですね。もちろん維持費は高いみたいですけどね、だから手を出しちゃいけないということでございます。まあリゾートマンション買った人の YouTube とかもあって、まあ現実はこうだよって教えてくれるんで、すごくいい時代だなと思うわけなんですけども、私なんてね、リゾートマンション10万だったらポンポン買いそうでね、危なかったなと思うんですけどねはい、それでですね、衣食住の時代が終わって次に何の時代が来るかなと思うんですけども、これはね、楽、優、美の時代じゃないかなと思うんですよ。今ですよね、これが。楽っていうのは楽しいってことです。楽しい、漢字として楽でしょ。で、優っていうのは遊ぶってことです。いろんなエンターテインメントの時代で、美っていうのはより美しいものに、人はね、魅了されていく時代。もっと言うと美しさが細分化された時代なんですよ。だから共通認識の上での美っていうものではなくて、ある人は無名の画家の絵をたしなんで、ある人は無名の同人誌作家の漫画を楽しんでっていうのはね、美の方向もいろいろ分かれてきたと思うんですよね。これから作られるオリジナルな美っていうのも、オリジナルの楽しさっていうのも、オリジナルの美しさっていうのもね、結構いろんなところで使われていくんじゃないかな、消費されていくんじゃないかなと思います。そして物から情報の時代に変わった。あの物っていうのは、まあ、物が物体ですよね。硬くて物がある、実体のあるものです。で、情報の時代っていうのは柔らかくてフレキシブルで柔軟性があって、何にでもこう形を変えてくれる情報の時代ですよね。で、私が思うのは、その旧世代の衣食住を中心とした物の時代のビジネスやライフスタイルをずっと守っていると、ものすごくね、リスクが高まっていって、非常に危なっかしいんじゃないなと思ったんですよ。で、情報を扱っていると、その楽しいものっていうのはね、たくさん作れますよね。いろんな角度で楽しいもの、学びが楽しいとかね、単なるお笑いが楽しいとかね、ギャグとかね、そういったドラマが楽しいとか、いろんなものを今個人で作れる時代です。私がこうやってトークをしていても、それを学びになるのは楽しいなと思いながら繰り返し見てくださっている方もいるんですよ。ちょっとね、ここで吉田さん、面白い事例で、あ、こういうことなのかって思うことがあったんで紹介しますね。私の動画を毎日ね、2時間3時間見てらっしゃる方がいるんですよ。で、
仕事から帰ってきて私の動画を見るのが楽しみだって言ったね。これは今に始まったことじゃなくて昔からいるんですよね。久保さんの動画見たらついつい次の動画見ちゃって寝る時間がなくなりましたみたいなことはね、今までも何回も聞いてきたんですけども、だからこそチャンネル登録者数とか再生数っていうのがあるんですけどね。じゃあその方に聞いたんですよ。私が好きな映画ブルーレイで買ったんですけども、これは制作費が何億円とかかかってるんですよ。それこそタイタニックでもいいですよね。でその映画面白いんですよって言っても、あ、それ面白そうなんですけども、でも久保さんの動画見ますって言うんですよ。これはどういうことかっていうと、あの制作費がそれこそね、ロケをしたり有名なタレントを雇ったりとかね、俳優女優を使ったりとか脚本家が介在しても何億円かけようが何十億円かけようが人の価値の様々なんで、こんなコストもかかってない、48になるおじさんがこうやって喋ってる動画の方が楽しいっていう方もいるんですよ。そしてそういう瞬間もあるんですよ。でその方はその方で他の形の楽しいものとか美しいものっていうのを選択してると思うんですよね。例えば私の動画ばっかり見てるわけじゃなくて、まあ、たまにはねちょっとこうセクシーなサイトとかも見ると思うんですよ、ね、でそうなると瞬間瞬間で自分が今は最高にこれを見たいんだっていうもの、感じたいんだ、楽しみたいんだってものが時々刻々と変わるんですよね。だから時々刻々と変わるってことは自分の提供しているものも選択される可能性があるんで、発信しなければそのチャンスすらないでしょ。ビジネスをしている人が発信せずに一体どういうことをやろうとしているのかなってことがここで分かるんですよね。そうなんですよ。すごくコストをかけた2時間の映画よりも私のこのね、単なるたまたまある空間で喋ってるこの動画の方が価値が高いと思ってそっちを何時間も見ると、で有名な作品を紹介しても見ないというね、こういうふうな現象が起きてるんで、それはね、高いコストをかけて作った映画って人によってはね、無価値であるとかね。それから私ブルーレイをよく買うんですよ。ブルーレイで有名な映画とかを YouTube でね、映画紹介のチャンネルがいくつかあって、それを見て、あ、これ欲しいなと思って買うんですけども、大体ね300円から500円の間でブルーレイのもうそれこそね、新作に相当するのは去年発売とか一昨年発売とかっていうのが買えるんですよ。そうなると楽しみで映画館に行く以外はですね、作品を見たいなってことでしたらレンタルに行くよりもお手軽なんですよ。返しに行かなくていいですね、自動的に届けてくれるし。そうなってくると、なんか私はね、自分の動画はそのブルーレイよりも高値で売ってるのに、なんだろうなこれはと思っちゃいます。これがだからなんか情報の時代かなと思うんですよね。で、言う、それから美、楽しいっていうふうにね、3つのキーワード言いましたけども、美しいものっていうのも本当は個人個人変わってきて、例えば私の奥さんは同人作家なんですけどね、それに対して高値をつけてくる方もいるんですよ。例えば色紙にサインしたらオークションしたら2万円とかね、そんなの私目の前で見てね、わすげえなと思ったんですよ。色紙にサインしただけですよ。それがしかも有名な作家でもなんでもないんですよ。同人作家2万円と。それっていうのは私の奥さん、作家さんとお客さんとの間でできた価値向上の結果だと思うんですよね。じゃあ吉谷さんとドリームアカデミアの塾生さんの関係で、塾生さんがもっと高いものを求めれば吉谷さんは高いレベルのものをいくらでも作ることができると、いくらでも価格設定ができるし、いくらでもコンテンツの中身を改良することができるわけですよね。そうなると無限価格なんですよね。もうドリームアカデミーの塾生さんが求めればもっと価値の高いものが欲しいです、そのためには私は300万出しますって言ったら300万の商品、あ、作りますよ、作りましょうってできるんですよね。まさに情報の時代ですよね、こういうことがもっともっとみんながね、できるようになったら、学ぶばっかりじゃなくて自分も学ばせる立場になる発信者になっていったら、なんか世の中のマーケットって実はもっともっと膨らむはずなんですよ。で、私の場合はね、麻雀屋から逃げました。はっきり言って逃げたかったですもんね。麻雀には恨みがないけども、自分は麻雀店の経営する力量はないだなと思った瞬間に、これをね、一生やっていくことはできないし、それに従業員さんを付き合わせることもできないんで、大事な人生の時間を無駄にさせちゃいますからね。だから一日も早く辞めて、それぞれの方向転換を図った方がトータルで絶対プラスになると思ったんで、まあ辞めるのに2年かかりましたからね、まあ辞めていってよかったなと思います。それは何かっていうと、やっぱりね、店舗っていう形のあるものをやってちゃダメなんですよ。そこに人を招いて、そこで一つのコンテンツを作って、そしてお金をわずかいただいて帰っていただくってことを繰り返していくと、維持費が高くってとてもじゃないけど回収できないんですよ。で、無駄な書きかもしれませんけども、麻雀店で起きたエピソードをトークで喋ったりとか、その麻雀店の中で起きているプレーの模様を動画で撮ったりしたんですけども、それはね、
家賃すら出ないようなそんな対価でしたね。でも同じ2時間5時間で麻雀の動画なり麻雀を語るよりも、こうやってビジネス論を語っていたりとかね、マインドセットを語っていた方が広告収入はそちらの方を勝るわけなんですよね。だから情報の時代だなと思ってるんですよ。しかもこの情報の時代、これは経費がかからないんですよね。経費がかからないからつけた価格がほぼあらりっていう形ができます。ただ一食十に関しましては必ず仕入れがあるんですよ。だからどんな価格をつけてもそれが 100% のあらりにはならないんですよ。ひどい時にはあらり率数パーセントとか 10% 前後になっちゃうんですよね。ちょっとした風向きが変わったらすぐ赤です。でそれが顕著になったのが2020年今年のことだったんじゃないかなと思うんですよ。で今年みたいなことはね、久保さん珍しいんですよって言われる方もいるかもしれませんけども、私がすぐ思い出すのは戦時中ですね。戦争が起きると社会不安から人がね、物を大量に買ったり逆に大量に買わなかったりで、ある日突然家とか町が燃えてなくなったりとかして、その価値の消滅とかが突然起きるわけなんですよね。まあそうなってくると、きっと当時もだったと思いますけども、どこどこに行ったら食料が手に入るよっていうふうな情報を流す人にはものすごくね価値が高まったと思うんですよ。まあ、ですからその時にはもうすでに情報が本当にね高い価値をつけていたんだろうなと思います。そして物がないからこそ余計に情報の価値が高まると、あの人に聞いたら必要なものがどこに行ったら手に入るかっていうのは闇のルートを教えてくれるよってことで、結構闇商売が流行ったと思うんですよ。で表のルートも当然あったんですけどね、闇の商売っていうか闇のルート、情報の方がものすごくね価値があったんじゃないかなと思うんですよ。だからこそ配給制度が全然足りない中で多くの国民は闇市ってものでね物を手に入れたりとか、闇市のもっと奥深くに行く闇ルートっていうのでいろんなものをね、砂糖を手に入れたりとかね、それこそゲームとかね、海外のものとか、もう絶対にこれは規制されて手に入らないはずのものが手に入ったりとかしたんじゃないかなと思うんですよね。はい、じゃあ今回の動画なんですけども、吉谷さんのね前回の動画を見ていて、逃げるとか逃げないとかって話がありました。私はね全部から逃げればそれは人生降りたことになると思うんですよ。でも逃げた先に逃げなくて済むものを見つけたら、そこからは逃げずに戦うべきだと思うんですよね。で結局ねチャンスっていうことを、チャンスっていう言葉と戦うって言葉は多分この国では同義語なんでしょうね。チャンスといえばそれは戦うことであり、戦うことはそのイコールチャンスであり、逃げるっていうことの向こうには結局戦いを後回しにするってイメージしかないのかなと思いますし、逃げた人も逃げた先にチャンスがあると思ってその挑戦をね先延ばしにしてるって意味では、なんか納得できるところがあるなと私は思うんですよね。ですので私はこのネットビジネスの世界からは、逃げないかなと、逃げるつもりもないかなと、もっと深入りしたいなと。今までやってきたことっていうのは小手調べでね、まだなんかこう何 42.195 キロのマラソンの前の深呼吸にも当たらない程度だというふうなね、そんな感覚ですよね。まだまだなんか楽しめるなと思います。ということでね、吉田さんも日本全国各地を旅していろんな思い出と実績を作ったと思います。これね多分今からネットビジネスの世界に入ってくる人は追いつけないと思いますよ。特に副業でやってる人は絶対追いつけない、もう王者君臨です。で私もはばかりながら47都道府県オフ会、これを完成させて海外にも手を伸ばし始めた矢先に、飛行機が止まらなくなっちゃったんでね、できなくなりましたけども、でも間に合ったぞっていうのは47都道府県全部に塾生がいて全部にオフ会に行ったっていう、これはね多分誰も挑戦しようとすらなかなか思えないんじゃないかなと思いますよね。これはね私本当にやったなっていう気がしますね。家を買った後に47都道府県オフ会、その後に帰ってきてトランザムを買うといやこれはねやったなっていうのと同時に、多分塾生さんにとってもね、うちの塾長、速稼塾の塾長はすごいんだぞっていうふうにもしかしたら思わせるような一つになるのかなと思うんですよ。もちろん私は贅沢ばかりしてるわけではありません。普段の暮らしは動画でも出してるようにカップラーメンを食べたり自炊がメインだったりとかね、本当に質素なもんです。ただそれは質素にしたくて質素にしてるわけではなくて、それが私のちょうどいい加減なんですよね。ということでね、今回は時代の変わり目っていうねタイトルにしましょうかね。どんなタイトルにするかちょっともうちょっと考えますけども、衣食住から楽優だから優楽美ですね、優楽美っていうのがいいかな。楽、楽しいっていう意味なんですけどね、
いうラグビーの時代に変わったということでタイトルつけておきましょうか。だから衣食住っていう、うん、3つのね3要素の時代が終わって、いうラグビーの時代が来たんじゃないかなって私はずっと思ってるんですよね。だからね、遊んでレジャーを楽しんで人生を楽しんで、そして楽しいことをねもっともっとして、で美しいものをどんどん求めればいいんじゃないかなというふうに思うんですけどね。皆さんいかがお感じでしょうか。それではいってらっしゃい。